夏ドラグニル死に損ないが振り落ちしぶとさだけは認めてやろう夏ドラグニルお前の目的は何なんだローグこれで遠慮なく暴れられるってもんだぜ男の花道作ってみせる集中しろよぶちかましてやる聞いてねえのかそんなジュディアたちの魔力は完全に回復しているはずなのにわびても生きているとは魔導士かその通りただの魔導バスターの一撃がアイスメイクスノードラゴンそうか拝借するカグラ殿参ろう承知俺を置いていかれては困るなアクセ3人のトリプル攻撃これなら効果あるかもここで引き下がるわけにはいかない何度でも攻撃するまでまだまだ手はいくらでもあなら今のうちじゃぞ最もすぐに追いついて食うてしまうがなあそこを飛んでるマザーグレアあの上に乗っとるやつがあれやこれややらせとるんだ目的でこんなことするのドラゴンに世界を滅ぼされたら自分の居場所もなくなってしまうのに氷の造形魔法を使わせてもらおうメモリーメイク凍えるやばよそんなの滅竜魔法を使う者はドラゴンの血を浴びて強くなる7年後世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか男は人間でありながら竜の王となった王の名は悪のロギアそのためにドラゴンを呼んだのか俺がドラゴンの王だお前ちょっと火傷しただけじゃマスターの攻撃同じことに気づいているはずはあ、その策とはなな、にガジルは他のドラゴンをおうよ他のメンバーは小型の撃破を任せろ承知した夏さんの声が俺に勇気をくれた私の出番よねはあゴツゴツのドラゴンさん私はパルファムは一体私の脇のパルファムあの声あいつは、うん、我々は知っている例の言葉遣いあいつはオラシオンセースのコブラ毒のドラゴンスレイヤーが私のお色気作戦に引っかかっちゃったよく見たらイケメンのコブラ首で済めばいいが先の心配をするのはその先未来を作ってからだエリックも戦っているみんな戦ってるどれどれおっ若い姉ちゃんもうまそうじゃのう、うん、私たちが話したジルコニスは大昔に死んだジルコニスの亡霊ちょいけない皆さん退避してください大佐姫を早く、これはいけませんこ
んなひどい光景初めて見るわ。姫、ご無事ですか？それよりスカー、ちょっとスカー。おや、怒ったか、ジョーちゃん。休んでろって。そうだよ、ここは私たちが何とかするから。失敗によ。なんで素っ裸なんだお前。バカ、暴れるな。中で空飛ぶやつがあるか。いや、見ないで。ドラゴンにやられたの。ドラゴンに。はい、これ鍵だよ。ありがとう、ハッピー。ドラゴンってみんなあんなに凶暴なの？火のやつとか岩のやつとか。それだ。え、いいこと思いついた。見つけた、あいつに勝つ方法。デチデチ。おっとくんな、ロメオ男だろ。あっ、やつだぜ。おい、エルザ、カナも言ってたろ、休んでろって。心配無用。グラビア撮影ですか、姫？じゃなくて緊急事態なの。何か服用意できない？ルシー、もう待ってらんねえや、先行くぞ。すぐ着替えるから待ってよ。マイペースすぎ。恐れ入ります。本当にうまくいくの？任せとけ、なんとかなる。絶対妖精奇獣レブラホー、行きな、ベイビー。我が極限は魔法を焼き尽くす。いたよ、ナチュ。どうかだ、ハッピー。あいさー、だからお前をキュウ。城に行ってくれ、ラッカゼ。ウェンディを助けてくれ。ああ、こいつを食ってパワーアップしてやるんだ。よし、城へ行くぞ。了解。エンリュウ、イグニール、我が友にしてエンリュウの王。そっか、イグニールは俺の父ちゃんだ。姫、ついでに私のお仕置き日記も読みますか？避けよ大地、燃えよ大空、絶対的な光となりて世を照らそう。イグニールの子は我が友の子。よろしくな、おっちゃん。おだと。行くぞ。